まあ。まず村田選手が飛ばしますが、おっとここで上がってきた佐々木選手が早くも2番手。立ち上がりは2台で佐々木選手が上がってきた。立ち上がり村田選手がトップ2番手、佐々木選手4番手、3番手、吉田選手。4番手、小杉選手、5番手に小葉選手、6番手、徳山選手、7番手、川村選手の順番。そっちは、村田選手。村田選手と佐々木選手は、早くもベスト21秒台に入れてきました。村田選手が21秒8、佐々木選手が21秒5、先ほどの TWD クラスの決勝4人のこの2人は、バトルを繰り広げております。4区でも、2年からバトル。どうでしょう、ここ、近づいてきた。佐々木選手が近づいてきた。村田選手が逃げる。佐々木選手が猛プッシュ。選手の車、ジャンプをすると車が泳いでます。村田選手は、おっと、安定の選手がちょっと乱してしまった。その隙に佐々木選手が前。村田選手は、こっから仕切り直しで、佐々木選手に追いつけるか。3番手は吉田選手。吉田選手のペースは悪くない。小葉選手が4番手、5番手の小杉選手、徳山選手がちょっとリタイアでしょうか。あと途中で村田選手がまたちょっとミスをしてしまった。大きく差が広がってしまった。佐々木選手が20秒台に入っております。20秒11分。村田選手がちょっと、まずは伸び悩んでるところ。村田選手は立ち上がり、ビッグコースですね。中継の中学生2番の中がちょっと劣勢になったのか、27秒5。村田選手が5秒差で追いすがる。吉田選手が3番手。この次の後ろに小杉選手。この差ほとんどありません。3番手争いが面白い。左が奥、吉田選手がちょっとミス。この間に抜いていったのがトップを走る奥と佐々木選手、うまいよ、吉田。吉田選手と小杉選手のバトルが2目目。ちょっとトップ争いが離れてしまったか、村田選手。3番手に小杉選手が上がって、その差がかなり開いているので、村田選手の無理をする必要はありません。佐々木選手のスリートで、スロットに緩めていた方が次につながってくるんじゃないでしょうか。どうでしょう。高度計は4分が経過しております。それとも佐々木選手はこの面で、圧倒的な速さを見つけているのか。残り、間もなく残り30秒。トップ、佐々木選手がベストを更新してきました。20秒49秒。村田選手のベストを更新、21秒751。小杉選手は22秒7。吉田選手22秒6。小葉選手は23秒1。川村選手と竹山選手がリタイア。残り5秒。
村田選手は無理することはないと思います。はい、ラインアップです。村田選手、吉田選手、古賀選手をゴールです。残りは、はい、田村選手ゴール、佐々木選手ゴール、小杉選手が今ファイナルラップです。はい、まだレース続行中です。小杉選手が戻ってきます。綺麗に前進。はい、小杉選手ゴール。